メガテラは、メガキーランと総称される、大付属詩節足動物として知られる、化石節足動物の分類群である。同期的な大切に分かれた体と、手の造形に似た一体の、大付属詩を持つ。ヨホイア、レアンコイリア、ハイコーカリス、ホルティフォルケプスなどが分類される。二十数種が記載され、確実の記録に限れば、カンブリア紀の種類のみ含まれるが、 シルルキとデボンキに生息した本群由来の可能性がある種類もわずかに知られている。その分類学上の位置づけは議論的であり、節足動物の初期系統やハサミ角類との関係性が特に注目される。大きな手のように発達した大付属子を持つことにより、学名メガテラはギリシャ語のメガとケアの合成である。総称としては学名にちなんだ。 メガキーランの他に、グレートアッペンダンゲアーサラポットがよく知られている。ただしこの故障は、広い意味では、抗議の大付属地を持つ、本群以外の化石接足動物もいくつか含まれる、ため、そこから区別できるように、本群は、ショートグレートアッペンダンゲアーサラポットとも呼ばれている。中国語は、大富種類と呼ぶ、レアンコイリアの側面復元。 大切と付属死の位置関係が示される。ホルティホルケプス、スクローローリビーンとジェンフェンギアの全身復元図ほとんどのメガチェラ類は体長5センチメートルに満たさない小型接触動物であり、例外的に大型のものとして、レアンコイリア、ヤウニクトパラペートイアの種類が挙げられる。体は往々にして、エビのように細長く、前後で大切が融合した頭部と、 十数節以上に分かれた頭部として区別される。頭部は一枚の背後に覆われ、前方は青々にして体になった目がある。目は一体もしくはレアンコイリアカにおいて特徴的な二体で、一体の場合では目柄に突き出したものもある。一部の種類は頭部の前端に一枚の目立たない甲側と、その下から突き出した一体の触覚様の構造体がある。 特徴的な一体の大付属詞は、目の直後、頭部の下から正面に張り出している。口は、大付属詞の直後にあり、知られるものでは後ろ向きに開口し、一枚の目立たない、ハイボストーマに覆われる。口以降の頭部の腹側は、後方ほど発達した、数体の付属詞が並んでいる。ほとんどの場合は、頭部のものに類似するに差がた付属詞であるが、ある程度の特化が見られる種類もある。 大付属詞様々なメガチェラ類の大付属詞。左から右、上から下まで、ホルティホルケプス、ヨホヤ、パラペートヤ、ハイコーカリス、レアンコイリアおよびヤウニク。メガチェラ類の最大の特徴である一体の大付属詞は、能動的な関節を持つ手のような造形をした捕獲用の関節詞である。5から6節の施節を持つとされ、そのうち基部の2節は、 上腕のようなつかぶで、残りの3から4節は、手のひらのようにまとまり、両部分の間に当たる関節は、肘のように上向きに屈曲できる。指のような爪は、先端3から4節の各施設の内側に1本ずつ、あり、隣接したものと合わせて、多重のハサミ様の構造を成しているのが基本である。一部の種は、爪の円に居死が並んでおり、レアンコイリアの場合、爪の先端には、 長い弁毛がある。知られる限り、大付属詞の付け根は上唇、ハイボストーマの直前にあり、神経は中大脳のみに対応している。そのため、この付属詞は、第一体節由来で、少なくともハサミ角類のハサミ角と他の、接触動物の第一触角に相当であると、考えられる。メガテラ類以外の化石接触動物における、捕獲用の頭部付属詞、 特にラディオドンタ類の全部付属詞とイソキシスの前端の付属詞まで含んだ抗議の大付属詞から区別できるように、この付属詞はショートグレートアッペンダゲとも呼ばれている。胴部は体長の大部分を占め、種によって11節から20節以上の同節が含まれる。角同節は同期的な聖体に覆われ、ヒレのような外詞と不脚状の内詞からなるに、下型付属詞は 基本として、角動節の覆面に一体ずつある。一部の種類は、この二三型付属詞の基部には、虚子と角付属詞の間には目立たない、腹板を持つことがわかる。最終動節の微端は、種によって、トゲ状か板状の微節、もしくは三枚の構造体でできた汚染がある。アラルコメネウスの中枢神経系、C1 が大付属詞の神経。 C2 から4、第2から4頭部付属肢の神経、CG、頭部の神経節、CN、連合神経、DC、中大脳、オン、四神経、オーパス1から2、第1と、第2四神経網、PC、前大脳、T1 から7、第1から7動節、頭部付属肢の神経、TC、5大脳、TG、頭部の神経節神経系は、 アラルコメネウスのみから知られ、視神経と中枢神経系が発見される。1体の視神経は前大脳の両前方に連結し、それぞれ途中から二股に分かれて2体の目に対応する。視神経網のうち、第1と第2視神経網はそれぞれ前大脳の外側と内側に配置される。頭部は集約した五節の神経節を含め、そのうち前方の三節は前後で、 脳神経節の前大脳、中大脳、五大脳とされ、前大脳は視神経、中大脳は大付属死、五大脳以降の3節は残り3体の頭部付属肢に対応する。消化管に貫通される食道口は前大脳の直後から4節目の神経節まで大きく開いている。頭部は第1から8動節にかけて角動節と付属肢に対応する。 神経節が並んでいるが、第9動節以降では、第8動節から伸ばした連合神経のみ配置され、対応する神経節はない。このような神経系、特に2体に分かれた視神経、脳の外側に配置される1体の視神経網、集約した頭部の神経節、前大脳の直後まで広げた食道口などの性質は、 節足動物の中で、ハサミ角類に最も似ている。消化系は、頭部の腹側で後ろ向きに開口する口から始め、上向きに曲がり返した咽頭を介して腸に連結する。腸は、頭部の咽頭から、頭部の後端まで走り、レアンコイリア、イーストカーカスとヤウニクの場合、同節に対応する消化腺が中腸で体になって配置されることがわかる。肛門は、微節と、 最終動説の覆面の境目に開口する。海底を泳ぐヤウニクの復元爪ガチェラ類は、全般的に遊泳性から遊泳定性性で、捕食者もしくは不肉食者であったとされる。足の外しで海中を泳ぎ、捕獲用の大付属詞で餌を捕らえたと考えられる。例えばヨホヤの大付属詞は、甲殻類のシャコのホワシのように、瞬発に突き出して獲物を捕獲できたと推測される。 レアンコイリア目の種類に見られる弁護を持つ大付属詞は捕食と感覚の役割を合わせ持っていたと考えられる。足に顎元を持つ種類はそれを用いて餌を粉砕できたと考えられる。一部の種類は発達した消化栓を持つことにより餌を効率よく蓄積、消化できたことも示唆される。 レアンコイリアの場合、妖精は、大切が生体より少なく、大付属種の形態もやや異なることがわかる。これにより、少なくとも、本属のメガチェラ類は、妖精と生態のニッチが分化しており、大切を増やしながら成長したと考えられる。バージェス結眼のレアンコイリア、およびマオチアンシャンシェイルズのフォルティホルケプス、ジェンフェンギアとスクロールリビーンの化石。 ほとんどのメガチェラ類の活石標本は北アメリカと中国におけるカンブリア期の堆積類層で見つかり、中でもカナダのバージェス結岩と中国雲南省のマオチアンシャンシェイルから特に多く知られている。それ以外の確実の記録ではオーストラリアのエミューベイシェイルによるタンランジーアランガタンガとイーストカーカスメガコリックスが挙げられる。もしイギリスのヘレフォードシャアラガーシュタットによる イナリクター・アフソンとドイツのフンスリュック年番岩によるバンデンバー・キジャラス・ジャイアンティアスはメガチェラ・類であれば本軍の生息時代はカンブリア・紀を超えてシルル紀とデボン・紀前期にも及ぶとなるメガチェラ・類が発見される堆積類層は次の通り本軍としての本質が不確実性を持つ記録はで示す同定または独立種としての有効性が不確実の記録は で示す。メガチェラ類の大付属子の由来や他の節足動物の付属子との対応関係は、その類縁関係を推測するのに重要視される基準の一つであるため、課題として注目を集め、多くの議論がなされていた。これは文献によって、前大脳性、中大脳性、古大脳性、ラディオドンタ類の全部付属子に相当、ハサミカク類のハサミ角に相当、 オーアゴ類とアーティアッポダ類の第一触覚に、騒動、甲角類の第二触覚に騒動まで、数々の解釈を与えられた。2000年代から2010年代初期にかけて、大付属子の対応関係がこうして諸説に分かれるのは、それを直接的に証明できる、神経解剖学的証拠が長らく不明であったことが、大きな理由である。しかし2010年代後期以降では、 メガチェラ類の脳神経説が判明したことにより、大付属詞は中大脳性、第一体説由来で、すなわちハサミ角と第一触角に相当する説が最も広く認められるようになった。大付属詞に対して提唱された様々な対応関係の詳細は次の通りに示される。フォルティフォルケプス。大付属詞の直前に一体の触角様の 構造体を持つメガチェラ類の代表例。神経解剖学的証拠に基づいて復元された、ラディオドンタ類の神経系。この図における、全部付属詞は、全大脳性とされる。他にもイソキシス類の前端の付属詞、ホルフェクシカリスとオッカカリスの前端の付属詞、フキシャンフィア類のスパスなど、いわゆる、抗議の大付属詞に含まれる。他の化石神接触動物における、 捕獲用の付属詞との対応関係も議論がなされていた。スパスの大付属詞との相同性は否定的で一般に五大脳性、第二大説由来もしくは第三大説由来とされる。それ以外のものに関しては脳神経節と上唇、ハイボストーマの構造が未だに不明であるため対応関係は確実でない。最初に記載されたメガチェラルイ。 例えば、レアンコイリアとヨホイアは20世紀前期では、エラー種類の甲殻類と解釈された。20世紀後期では、これらの化石接続動物は一つの分類群を表しているものと判明し、バーストラム1992で、暫定的に、大付属詞接続動物と総称され、法案度バーストラム1997により、正式にメガテラと命名されたが、当時は依然として、 甲殻類の禁煙と考えられた。21世紀以降から研究が進み、一般に甲殻類とは別系統の接足動物とされるようになった。メガチェラ類の系統位置は議論的であり、他の接足動物に対する単系統性もしばしば疑問視されている。その系統位置に対する解釈は、主に基盤的なハサミ角類と、 基盤的な新接足動物という二節に分かれ、ラディオドンタ類との関係性も議論の対象となった。2000年代2010年代前期の天開アノマロカリスカとアンプレクトベルアカのラディオドンタ類の全部付属子フルディアカのラディオドンタ類の全部付属子メガチェラ類の大付属子ハサミカク類のハサミカク大付属子の形が一部の文献でハサミカドに近いとされる。 肺高化ディスそれぞれラディオドンタル類とメガチェラ類として解釈されたパラペートイア。確実の形質は灰色、不確実のラディオドンタル類的形質は赤色、不明部は破線で示される。バット2002では大付属種の全大脳性、先節由来説をもとにメガチェラ類はラディオドンタル類に類縁の基盤的な新接速動物と考えられた。一方、 チェン・エトール2004とコットンブランディ2004をはじめとして大付属子とハサミ角の類似点が注目されメガテラ類を基盤的なハサミ角類とする系統仮説が提唱された特にメガテラ類の中で廃校カリスは爪3本の大付属子がハサミ角に最も似ているとされ他のメガテラ類よりハサミ角類に近くメガテラ類全体はハサミ角類に至る ガワ系統群と考えられた。チェンエトール2004とハーグエトール2012では、ハサミ角類の他に、ラディオドンタ類の全部付属種と大付属種の類似点も示されており、ラディオドンタ類はメガチェラ類に、すなわちハサミ角類にも近煙と考えられた。これらの説を統合し、節足動物の中で、ラディオドンタ類とメガチェラ類は順番ずつハサミ角類の 初期系統のみから分岐するとされ、施設数と内突起、爪の数を減らしながら、全部付属詞は、大付属詞に、大付属詞はハサミ角に進化すると解釈された。さらにハウグへ通る2012では、フルディア科のラディオドンタルは、全部付属詞が、比較的少数の施設と数本の爪らしき内突起を持つことにより、他のラディオドンタルより、メガチェラ類、 ハサミ角類の系統に近く、ラディオドンタ類全体は、メガテラ類ハサミ角類の分岐に至る、側系統群という説も提唱された。また、メガチェラ類のパラペートイヤは、バット2002とチェンエトール2004の両方においても、メガテラ類の大付属子を持つラディオドンタ類と解釈され、ラディオドンタ類とメガチェラ類の中間型生物とされた。 2010年代以降の展開しかしラディオドンタ類に関しては2010年代以降からこれらの新接足動物との類縁関係が徐々に否定され、硬質化が進んでいない動物や単純の脳神経節動多くの祖先形質により、新接足動物自体より早期に分岐する基盤的な接足動物として広く認められるようになった。加えて、 今へ通る2014によって示される全部付属子の全大脳性、先説由来の可能性も、ラディオドンタ類とメガチェラ類の類縁関係に疑問をかけている。また、パラペートやも中間型生物としての情報性を失い、ラディオドンタ類的形質が否定的に評価され、単にメガチェラ類の見間違いとして、広く認められるようになった。こうして、 メガチェラ類とラディオドンタ類の類縁関係は2010年代以降から否定的になり、廃校カリスを他のメガチェラ類よりハサミ角類に近いとする説も、ほとんどの系統解析に支持されなかった。しかしメガチェラ類自体とハサミ角類の類縁関係は、議論の余地が残され、前述の大付属死とハサミ角の類似性だけでなく、 後に判明した、ハサミカク類様の脳神経節と対価的な、上唇、ハイポストーマ、およびいくつかの系統解析結果にも示唆される。他方、この類縁関係を認めず、メガチェラ類をハサミカク類、アーティアッポダ類、オーアゴ類より、早期に分岐した基盤的な新接触動物とする解析結果も少なからぬ挙げられる。もしメガチェラ類は、 基盤的な新接続動物であれば、前述のハサミ角類的性質は単なる修練進化の結果であった可能性が高い。メガチェラ類の単系統性は不確実であり、2010年代以降の系統解析だけでも、文献によっては単系統群、側系統群、さらに多系統群とされる場合もある。これは、系統解析がなされる頃において一部の種類、 特に本軍の中で、比較的に得意な形態を有するフォルティホールケプスと、ジェンフェンギアの多くの形質が不明確であったことが、大きな理由とされる。少なくとも、レアンコイリアかの単形統制は広く認められ、ヨホイや、ハイコーカリスト単形統軍になる説も、比較的に多くの支持を得られている。全無士様の細長い道部を持つイナリクター・アフソンに、関しては、メガテラルイどころか、 節足動物ですらなく、むしろ多毛類の関係動物ではないかという遺説があった。しかしこの知見は、後に、本種の節足動物的性質を補足した、反発文献によって否定された。しかし本種とバンデンワーキジャラスジャイアンティアスのメガジェラ、類的性質は、依然として一部の文献に疑問視される。クテニキラデッピとして記載された、化石標本は、 複数種の節足動物に由来で、特にその模式標本は、メガチェラ類ですらない、別系統のものと疑わしく見受けられる。甲殻類として記載され、さらにいくつかの文献に、基盤的な甲殻類と考えられた、オランディカリス・オランデカは、実は、レアンコイリア科のメガチェラ類ではないかという説もある。他にも、タンランジーア、ホルティホルケプス、 ジェンフェンギアという産族は同種による、別の成長段階、レアンコイリア族のいくつかの種は同種による、性的負担のり、アクティアスは単に保存状態が良くないアラルコメネウス、など、広く認められる意見ではないが、別種として記載されたメガチェラ類の化石標本の中で、実は同種によるものがあるではないかと疑問視される、場合もある。2020年まででは、不確実の記録をも含めて、 次の十八族二十数種のメガチェラ類が正式に命名される。メガチェラ類に類似するカンブリア紀の化石節足動物はいくつか挙げられる。ホルフェクシカリスとオッカカリスという体が二枚貝様の甲側に覆われた不明点の多い節足動物は大付属詞によく似た一体の捕獲用の付属詞がある。イソキシスの一部の種類も前端の付属詞に大付属詞を思わせる性質が 見られる。キーソルタイヤとキリンシアは、前端の付属子が、ラディオドンタ類の全部付属子によく似ているが、動部の構成はむしろメガジェラ類に類似し、特に後者の前端の付属子は、大付属子に近い性質も、わずかに合わせ持つ。これらの節足動物は、ほとんどがメガジェラ類とは別系統を扱いされており、その類似性は、単なる祖先形質の名残もしくは修練進化の、 結果と考えられる。代表的なメガチェラ類、関連機関、分類群など、ありがとうございます。